夏バテを撃退して元気になりましょうね。しかも美味しく食べながら痩せるレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜこのレシピで夏バテが解消できて撃退することができてですね、しかも元気になって痩せることができるのかっていう、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。では痩せるポイント3つあります。1つ目です。このレシピはですね、腸内環境を整えてくれる食材を使っていますから、根本的に痩せ菌が増えて痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。で2つ目です。栄養価がとっても、ね、高いんです。なのでやはりダイエットを成功させるためには、もうどうしても栄養バランス、栄養がきちんと整えていないと痩せホルモンをまず作れない、まあ、材料がないわけですよね。材料がないとお料理できないのと一緒で、材料がないとそういったダイエットにも成功しませんよってことなんですね。で3つ目です。脂肪の吸収をぐっと抑えてくれます。やはりですね、まあ、体重の質って大事ですよね。体重の質が水分なのか、まあ、便秘、まあ、便なのか脂肪なのかで全然違うわけです。ただし一番厄介なのはやっぱりね、体脂肪ですよね。これ以上脂肪を溜め込みにくくするためにもこのレシピぜひお役立てくださいね。そしてね、今回補足の痩せるポイントなんですけれども、痩せるためというと、そのね、いろんな今お伝えしたポイントがあるんですけれども、プラス今いかがですか？暑くなってきてね、もうそろそろこう夏バテ疲れ感じてらっしゃる方もね、多いと思うんですよね。その時に疲労回復効果としてもベストなのがこのクエン酸を上手に摂ることなんですね。でこのクエン酸っていうのは酸性成分ですから、これが体内に入ることでアルカリ性になってくれる、そのことがね、夏バテ解消になるんですよね。なぜかというと、お体がこの酸性に傾いたまんまだとパフォーマンスが落ちます。何のパフォーマンスかと言いますとね、あなたのね、臓器ですよ、内臓のパフォーマンスが落ちてしまうと、いろんな機能がね、働かない、結果疲労回復ができないということになります。では逆にどんな状態だとパフォーマンス上がると思いますか？それは体内が弱アルカリ性の時なんですよね。そういった状態を保つためにはこのクエン酸を取るのがもう手っ取り早いわけです。そしてプラス弱アルカリ性になることで脂質の代謝がアップします。要は燃えやすい体になってくれて、しかもミネラルを吸収するのがもう断然に上がるわけですから、こういった体内の体質を弱アルカリ性にいつもですよ、ご自分の力で保っていける工夫をすることがポイントになってきます。そこが夏バテ解消できて、しかも痩せるポイントということになるわけです。では2つ目の項目です。今回お伝えする痩せるレシピに使う材料が持つそれぞれの痩せる効果を詳しくお伝えしていきますね。メインのものになります。まずもうメインはね、リンゴ酢も使います。もうまずですね、もう疲労回復といえばもうお酢ですよね。でしかもお酢いろいろいいんですけれども、特にダイエット向きなのがこのリンゴ酢ということになります。まず脂肪燃焼促進してくれますか、まあ、要は脂肪を燃えやすくしてくれますし、基礎代謝も上がって結果脂肪をつきにくくしてくれます。でまた太るもと糖質をですね、やはりしっかり、まあ、糖質を摂ると、まあ、血糖値が急上昇します。そのまま放っておくと脂肪がどんどん溜め込んでしまうんですけれども、その急上昇緩やかに上昇するのがやっぱりこのリンゴ酢の持つ力ということになるんですね。そしてリンゴ酢の続きなんですけれども、数多くある中でなぜリンゴ酢がダイエット向きなのかということの理由は、この酢酸の働きが一番大きいからなんですよ。いろんなお酢に比べたらですね、そうするとあなたの腸がですね、もうどん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 元気になってくれて、まあ例えて言うなら腸がこう栄養ドリンクもらったような感じですかね。やったもう一頑張りできるってね、そんな状態なんですよね。ただ市販の栄養ドリンクはもう糖分たっぷり、添加物たっぷり、カフェインたっぷりですから、ダイエット向きではありませんので、その代わりにこういったリンゴ酢を摂ることがとっても大事になってくるんですよね。
そしてまた満腹感を得やすいのがリンゴ酢です。あなたの食欲を抑えてくれます。そしてむくみも改善してくれますから、まあ、カリウムがね豊富なので、そういった見た目もキュッとね絞っていける効果がリンゴ酢にはあるんですよ。はい、そしてここで注意なんですけれども、まあ、じゃあリンゴ酢なら何でも良いのかってね、そうじゃないんですよ。気をつけてくださいね。市販でよく見かけるリンゴ酢は結構太るリンゴ酢ものすごく多いんですよね。でポイントはですね、痩せるリンゴ酢の選び方というのがあるんです。まずは原材料名にリンゴ果汁 100% のみで作られているものを選んでください。そしてそこにプラス、まあ、有機栽培であったりオーガニックであったり、そういった良質のリンゴ果汁を使ったリンゴ酢がやっぱりね一番ですよね。 JAS マークがついている認定のものだともっとベストになります。そしてとにかく無添加、まあ、こことねリンクしますけれども、香料、着色料、保存料、人工甘味料、お砂糖とかそういった余計なものがね入っていないものが痩せるリンゴ酢です。はい、そしてお水も使うんですけども、ぜひですねここで天然水使っていただきたいんですよね。なぜかというとダイエット向きだからなんです。まずは腸内環境を整えますし、血行促進効果があって代謝がアップするんですよね。なので水道水よりもやっぱり天然水です。で何が違うかって言いますと、やっぱりねミネラル成分が豊富なんですよね。お水を飲むだけでミネラルが取れるわけです。ミネラルはやっぱりですね生きていく上でも重要ですし、ダイエットの時のまあ栄養にもなります。そしてデトックス効果も高いです。でよくね質問を受けるんですけども、先生硬水と軟水どっちがいいんですかって質問多いんですけども、もしあなたがですね、まあ、便秘で困っても先生に3日1週間出ないんですっていう方は、やはりね硬水、まあ、要するにこう海外で取れるようなちょっと癖のあるですねお水がベストなんですけども、逆に南米の方、お腹が緩くてすぐね下しちゃうという方は、日本がまあ主に取れる軟水、まあ、日本でも硬水ね取れますけれども、やはり日本の水って飲みやすくて柔らかくて軟水なんですよね。なのでお腹下しやすい方とか南米の方ですねは軟水がおすすめです。はい、そしてメインの材料ラストは鰹節を使います。もう私鰹節大好きなんですよね。もう何がいいってもう旨味も出ますし簡単もう簡単なんですよ。わざわざこういりこだしを取ってね、お湯でそのグツグツして出してとか、そういうのがもう手間が省けるっていう意味でもね、やっぱり私大好き、よく使います。で鰹節ってすごいんですよ。脂肪燃焼効果も高いですし、食欲も抑えてくれる効果がありますし、なんといっても体外からとその必須アミノ酸全9種類がですね一気に取れちゃうっていう、これもあれこれ食べなくていいんですよね。カツオ節さえあれば必須アミノ酸9種類が全部取れちゃうっていう優れものです。そしてまた低脂質の高タンパク、要は良質なタンパク質が一気にここで取れますから、あれこれねなかなかタンパク質取れませんとか、ちょっと夏バテしてて食欲ないですっていう方はね、もうぜひカツオ節有効活用していただきたいなと思います。では3つ目の項目です。どのようにその痩せるレシピ作るんでしょうかということで、今回ご準備しましたのはもう夏にぴったりのですねリンゴ酢を使っためんつゆです。まあ、夏といえばねこうつるつるっとまあ美味しい麺類を召し上がってみたりとか、ちょっとこうささっとまあサラダとかにねかけたりとか、おひたしとかも簡単できますよね。めんつゆって大活躍だと思うんですよ。ただし市販のめんつゆっていかがですか。原材料名見てください。もう残念ながら化学調味料、うまみ成分とね別名呼ばれている調味料カッコアミノ酸などと書いてあるめんつゆは選んじゃダメですよ。そんなめんつゆをですね毎回取ってると太ってしまいますから、ぜひ手作り、しかもリンゴ酢の痩せ効果を追加して簡単にご自分で作れますから、ちょっと今から材料と作り方お伝えして終わりたいと思います。まず材料です。これ作りやすい分量にしてますから、ご家族の構成とかね人数とか、まあ、使う頻度で調整してみてくださいね。まずリンゴ酢、良質のリンゴ酢を小さじ1/4、天然水 350cc、 そして醤油とみりんが各 50cc で、ここもですね醤油みりんも無添加のものを使ってくださいね。そして鰹節が1パックです。で気になる方はですねこの鰹節1パックをお茶パックに詰めて、まあ、だしパックとして作っていただくと、より最後に取り出しやすくなりますから、そうされてください。で私なんかはですねもうとにかく時短が大好きなんですよ。もう手間をかけない、簡単で早くって美味しいっていうレシピが大好きなので、今回私はですねそのだしパックを
作らずにもう鰹節そのままボンって入れてですね、そのまま食べちゃうっていうこともしています。まあ、それは臨機応変にね、使う料理に合わせてあなたもアレンジしてみてくださいね。では作り方です。1番目です。鍋に天然水、鰹節のパック、まあ、できれば気になる方はそのお茶パックに詰めただしパックですよね。私の場合はもうあのめんどくさい時はですね、時間がないっていう時はもう鰹節パックそのまま使ってもいただいてます。を入れて中火でね温めて、これちょっと沸騰しすぎないように、泡がちょっとふつふつってお鍋に出てきたらもう火をすぐ止めてくださいね。で2つ目です。でその気になる方は鰹節で作っただしパックはもう取り出してこうね絞って取り出していただいて OK です。そして最後、先ほどお伝えした残りのリンゴ酢とあの醤油とみりんを入れて混ぜたら完成になります。もうこれはねめんつゆですか、もういろんなものにお使いくださいね。でお好みがあると思いますので、まあ、薄めて使いたいなという方はそれでも良いですし、まあ、そのままねあのめんつゆとして、まあ、普段使っているめんつゆの置き換えという形で使っていただくと問題ないと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は痩せる食材をふんだんに使った、しかも栄養価の高い痩せるめんつゆご紹介しました。なので今までね、例えば化学調味料がたっぷり入ったようなめんつゆもほとんど入ってるんですよ。もう私嫌なんです、もう絶対買いません。なので手作り、しかも簡単、混ぜるだけで OK ですから、ぜひ早速今から作ってご自身とか大切なご家族のためにですね、どんどんお役立ていただければなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。